両犠牲は朝鮮王朝における犠牲不参議制の一つで小一品にあたる最高の中央官職。現在の大韓民国の国務総理にあたる、該炎先生の両犠牲直所、両省、首相、上償、両期とも故障されている。その多くは左犠牲を歴任した元老大臣が任命されており、左犠牲、右犠牲とともに、 古来の光尋への対応を意識したものである。別に三尋状とも呼ばれていた。品界は小一品、大京北国高六大部であり、置かれるのは一名に限られていた。1401年7月に犠牲府が設置された当時は、両犠牲富士と呼ばれていたものを、1466年1月の完成改編の際、両犠牲に名称が改められた。両犠牲は、 名実ともに国政を統括し、すべての管理を代表する官職であり、多様な事案を扱った。しかし、後に、王権の強弱や犠政府と六層との関係、備え変士の設置など、多様な状況の変化に伴い、職権の範囲が変動し続けた。職権としては、両京むしろごと、両郷文官寺両芸文官寺両春秋官寺小文院と日下,下町、両官商官寺 接種を兼任した。理朝末期まで続いたが、1894年の交互改革の際、議政府総理大臣に名称が変わり、その後も内閣総理大臣、犠牲などに変更された。王妃の父親は、王妃の任命直後までに、彼が小一品まで昇進していなかった時は、当然小一品下級の保告高六大部に任命された。彼が死去すると、 小一品上級の大直、タスクタカロク大部両議制に増殖された。歴代の両議制の在任最長記録は後期の18年間である。朝鮮王朝500年の間に議政府に入って約20年間よく法を守って将兵主文の最小と言われるが、最高の評価を受けた最小は後期の後に続いて両議制を務めたガエンが唯一の人物である。 参考、朝鮮王朝実録この記述には、ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。